張った、取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回イーグルス貴重な得点が入りました。2対2、イーグルス同点に追いつきました。イーグルス6回の裏、イーグルスに選手の交代がありました。先ほど代打いたしました島内。6回の裏、さあカープこの回は4番から始まります。バッターは西川。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですよね。カープ同点で迎える6回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。次が3球目。チェンジアップ外れました。打ちに行きました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスには5番坂倉。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。庄司、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。見送りました。ストライクです。ノーボール2ストライクです。大きく外れました。見送ります。ボールになります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。6球目は何で来るか。外れてフォアボール。ワンアウトから勝ち越しのランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックスは7番末永。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。見送っています。ボール先行です。改めてお聞きしますが、バッターの末永、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはホームランを狙って思い切ったスイングをしてくるバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、そのままスタンドに入りました。カープ勝ち越しのツーランホームラン。試合の主導権を握る大きな一発となりました。しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。カープ勝ち越し、4対2。見事な一発が飛び出しました。この回2点リードに変わります。
見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。ゲームは中盤です。まだイニングは残っています。さあリードを開いていけるんでしょうか。打席には8番バッター田中。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。ええ、さあここも打っていけるか。カープホームランで勝ち越しています。ナイスコースですよね。はい、低めのストレート、ストライク、149キロ。入れてきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ファーストが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。6回終わって4対2、カープが勝ち越しています。これから7回イーグルスの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号20栗林マウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。太田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファールフライに倒れています。カープバントしました。栗林アウト、ワンアウトです。セーフティーバントは失敗です。バッターボックスには代打の田中。ワンアウトランナーありません。バッターは田中、背番号25。痛烈、これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打のフランコ。初球ストライク。次が2球目。体に近いところ。右に切れてファウル。次が4球目。外へのスライダー、ここは見極めています。外へ持っていきましたが入りません。フルカウントになります。外のボール打っていった。高い打球、ここは打ち上げています。ライトフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には辰巳が入ります。さあツーアウトながらピンチは続きます。まずは変化球。外れています。ライトへ、これは上がりすぎ。ここはフライになっています。捕
掴んでスリーアウト。追い上げることはできませんでした。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。4対2カープがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。7回の裏カープの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。2番手としてコールされています。カープ代打が告げられました。バッターボックスには代打の堂林。赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、ここはそういった役割が求められる場面だと思いますね。さあ繋いでいけるかどうか。インコース打ちました、いい当たり、これはどうだ、ヒットになった。見事起用に応えました。ノーアウトランナー一塁です。さあノーアウトで追加点のランナーを置いています。バッターボックスランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ここは簡単に次の塁に進ませてくれませんでした。いやーこれは残念でしたね。赤星さん、今の盗塁どうだったんでしょう。そうですね、盗塁がうまいランナーでもなかったですから、無理に行かなくてもよかったと思いますね。なるほど、そうですか。インサイド、レフトへ打球伸びる、レフト掴んで2アウト。バッターボックスは2番野間、前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。コーナーを攻めます。落ちる球を持ってきました。スライダー決まっています。2ストライク2ボールと追い込んでいます。5球目は何で来るか。アウトコース打ちました、取って3アウトです。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。7回終わって4対2カープがリードしています。これから8回イーグルスの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。ターニーマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープリードで迎える8回です。2球目は何で来るか。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。低めは外れました、ストライクが入りません。4球目は何で来るか。ここは1球見ました。インコース決めました、フルカウントになっています。
見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。これが2球目、2球目打ちました。これはショートライナー。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。初球は何から入ってくるか。初球大きな変化球、